今こうしている方が俺は落ち着く。アンの銀座塔が違うんだ。違う？あれはアンの銀座塔じゃない。このことはアンには伏せておけ。黙って明日の品評会に参加しろ。あいつの銀座塔を探す。エリオット、俺だ。開けろ。今取り込み中なんだ。後にしてくれないかな。開けろエリオット。アン・ハルフォードのことだ。その名前今キンク。あ？アン？またあの甘やかされていい気になって。お前に何がわかる？ん？あなた甘やかされているのはお前だ。何の話？アンの生成した銀座塔が大量生産品とすり替えられたらしいんです。目星はついてる。だが証拠が必要だ。待って、証拠ってすり替えられたアンの銀座塔のこと？俺が犯人だったら間違いなく捨てる。全部見た。犯人が誰で何をして、結果あの子の銀座塔がどうなったか。ねえミスリル・リットポット、本当なの？え、何が？シャルよ。ごめんアン、間に合わないかもしれない。ヒングリーさんは一緒に来てくれたけど、シャルは説得のために残った。ちょっと待って、キースは今までシャルと一緒にいたの？どういうこと？キース・パウエル、所定の位置につけ。アン・ハルフォード、樽の中身を改めさせてもらうがいいな？構いません、どうぞ。私が蓋を開けます。これは今年我がラドクリフ家の本工房で作られた大量生産の銀座塔だ。確かか？銀座塔はどうなった？あの子は銀座塔師になれないし、あなたは人間を殺した妖精として処分される。俺の羽がまだ欲しいか？ええ。あなたの羽、キスして。これはどういうことだアン・ハルフォード？わかりません。失格だ。自分で生成してない銀座塔なら失格だ。静まれ。国王エドモンド2世のお出ましである。またお前か。去年といい、つくづく騒動を起こすのが好きらしい。この場にいる資格はない。その前に作品を見せよ。国王陛下、どなたか陛下が信頼されている妖精はいらっしゃいませんか？クリフォード、ここへ。彼ならば信頼できる。あ、妖精は銀座塔の味の違いがわかると聞きます。お口に合えばいいのですけれど。美味しいです、とても。これはとても上質な銀座塔で作られています。手塩にかけた作品を犠牲にしてまで潔白を証明したか。心よりお詫びいたします。